どうもこんちゃでございます。こんちゃでございます。お腹すいたんでご飯を食べるということなんですが、なんかいろいろあってここにカップラーメンがあったりとかいろいろしてますけどですね、今日いただくのは平安のフランスパンですね。ずっと前から買ったまま放置されてる半額のフランスパン、これをなんとか食おうという話でございます。それでですね、今日はですね2月の28日じゃなかった、3月の1日なんですよね。ちなみにこの弁当を実は今日食おうと思って、賞味期限2月28日の、唐揚げ弁当なんですけど、すごいでしょ。ちょっと底上げでこの大きさで、この品相差、究極の品相差なんで、この究極の品相弁当をですね、日本一高価な一蘭のカップ麺と合わせるっていう動画を撮ろうかと思ったんですけど、これはまた別の機会にしてですね、これは予告編ということで、ちって予告編の先にアップしちゃったりするんだけどね、まあいいや、それはどうでもいいんだよ。で、今日は賞味期限2月8日なんで、もう20日以上過ぎちゃったんで、これをいただきます。で、これをどうやって食べるかってことなんですけど、ですね、サンドイッチにしようと思ってるんですけど、ベーコン用意しました。これもですね、もう買って1ヶ月ぐらい経って、しかもね冷蔵だったんですよ。冷凍してないんで大丈夫かなと思うんですけど、真空パックになってるんで多分大丈夫だった、多分大丈夫だと思います。580円で半額なんで200いくら、結構いいでしょ。これですね。で、これとこれで、あと野菜買ってきました。濡れてるのはですね、今僕がちょっと洗ったからです。野菜をちょっと今洗ったんですけど、袋から出して洗っちゃうと肝心の値札が見えなくなっちゃうのでね、めちゃんこ安い野菜ですね。で、この野菜を挟んでベーコンとでいただくと、おいで、オーブントースターで焼くと、まあこういった動画にしたいと思いますので、よろしければ最後までお付き合いくださいということです。じゃあですね、行くんですけれども、どういうふうに食べるかっていう、ご飯の食べ方をですね、皆様にご紹介したいと思います。まずフランスパンの口を開けますまあ当然ではない。まあここからですね失礼、ここから全ては始まる。で、フランスパン開けます。で、このフランスパンでかいんで入りません当然入らないので、入らないんだったらどうするか、切るわけですね。まずですね、目分量でちょうど半分になるように、半分この辺かな、この辺で半分になるように切りますね。で、半分になると、まあここにこう入るようになるわけですね。じゃあこのまま半分にしてこのまま食うかっつったら、そういうわけではなくて、当然このベーコンちゃんを用意してるので、このベーコンちゃんをこの中に挟むんですが、挟み方があるんですよね。まずですね、パンをですね、こう縦に、こうスライス状にこう切ります。こうスライス状にこう切っていくんですね。パンをスライス状に切ります。こうスライス状に切って、ビヤン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 、回転、こう開く。で、こんな感じでパンを開きます。開いたら今度どうするかっていうとですね、縦に、ここがコツなんですよ。縦に、こう縦にですね、筋をこう入れていくわけです。縦に筋を入れます。こう縦に筋を入れる。この縦に筋を入れるのがですね、ポイントです。包丁でやった方が簡単だと思います。包丁で買った方が簡単だと思いますが、僕はあえて、ですね、このハサミでやりたいと思います。ハサミでやります。で、縦にやって、で、こうやってこういうふうに、縦に隙間ができますよね。で、下に貫通させないのが、ちょっと貫通しちゃいましたけど、貫通させないのがポイントです。じゃあ次何やるか、ここからがいわゆる僕ちゃんの本領発揮でございますが、ベーコンですね。ベーコンはですね、いっぺんにこれだけ食えないので、半額シールを傷つけないように注意しながらです。半額シールを傷つけないように注意しながら、ベーコンを開けます。ちなみに大丈夫だよな、食えるよな。あ、食えますね、大丈夫ですね。で、ここにベーコンこう、縦にですね、ここがすごいんですよ。ここがですね、僕ちゃんのですね、創意工夫の見せどころでございます。こう、縦にですね、ベーコンこう、縦に、こういう感じです。お分かりいただけます？縦にこうベーコン立てていくんですよ。これがポイントなんですね。あのですね、ベーコンをよくこういうベーコンでサンドイッチ、なんか下に落ちちゃったね、やべえ、いや後で拾おう。それでですね、ベーコンを得てしてですね、フライパンで焼いてサンドイッチに挟むというね、とんでもないことをする人がいますが、そんなことやったらですね、この美味しいベーコンの油がですね、全部ですね、どっかに行ってしまうということがあるので、そういったことは当然僕はしないのでありますね。だからこうやってベーコンをこう挟むわけですね。で、こんな感じでですね、こんな風に挟みます。で、この挟んだ間にベーコンをまた入れるんですね、こうやって。
こんな感じです。そうすると、これが、ガートになって油がこう外に落ちないんですね。で、全部パンの中にベーコンの油が染みてくるので、すごく美味しくなるんですよね。これがですね、皆さん、ポイントでございますので、ぜひともですね、よろしければ、家族にバカにされない勇気がある方だけお試しいただければと思うんですけど、じゃあこんな感じですね。で、こんな感じで、まあ、こんな感じです。どうでしょう。まるでですね、こう、レンガの中に立つ、お家のようでございます。で、これをここでオーブントースターにこう入れてですね、入れるわけです。こう入れて、こう入れて。で、もう一個、二つ入るかな、これな。二つなんとか入るな。そうするとですね、オーブントースター上の方が熱いので、ベーコンがカリカリになって、パンが程よく焼けると。まあ、そういう仕掛けになっております。580ワットで、とりあえず5分でセッティングしてみました。あれ電気は電気はいくやな。そうですね、電気は入ってますね、大丈夫ですね。うん、大丈夫だと思いますね。じゃあそんな感じで、いきたいと思いますね。それで、まあ、じゃあ焼けるのを待つということでございますね。で、まあ、味付けとしてはですね、まあ、いろいろ、このベーコンはまた食うんで、ちょっと置いといて、で、このパンボロボロになったやつはですね、どうしようかな。これは捨てないと、これはちょっと後でゴミ整理して捨てていきたいと思いますね。ダメだ、これから片付けないとね。じゃあそんな感じでちょっとオーブントースターで焼けるのをちょっと待ちたいと思いますので、お時間ください。はい。じゃあ残りの半分のパンなんですけど、これも残してもしょうがないので、これもいただきたいと思います。これはちょっと食べ方を変えます。今度はですね、ベーコンの量を割合少なめにしてですね、味付けも変えるという形にしたいと思いますね。それでですね、どうするか、これをまず切ります。やっと。これ気をつけないとね、下のね、電子調理器傷つけるとね、壊れちゃうんでね、まな板狩りに使うのやめてくださいね。よろしく。それでこうやって真ん中やったらですね、何やるかっていうとですね、半分に切って、こういう風にやったらですね、まあ、適当なんだけど、この前に、何やるか、ケチャップ用意したんで、ケチャップの上にかけます。ビヤーっと。盛大にかけてくださいね、ケチャップね。で、ここにチーズ乗せてピザトーストにしてもすごく美味しいんですけど、それはちょっと、ピザはもうネタが随分やったんで、またやろうかな。どうしようか、リクエストあればまたピザやってもいいですけどね。というか、リクエストなくてもやりますけどね。なぜなら僕はピザが好きだから。そしてこの上にこう、ベーコンを乗せると。うん。まあ、これだけですね。これでまた焼くっていう、それだけの話でございますね。さっきの立てる工夫は一体何だったんだって話なんですけど、あんま気にしないでください。じゃあ、これはこれでですね、もうまた焼くんで、で、もうちょっとケチャップかけようかな。ケチャップね、多いと美味しいのね。多いと、こっち焼けた。よし。じゃあ、これはじゃあ、中に、じゃあ、これを中に入れて、じゃなくて、まず中のものを外に出さないとね。中のものを外に出さないと、焦げてねえよな。あ、いい感じだな。いい感じだ。いい感じにできた。そして、これじゃあ出していきますね。出すよ。これ熱いんで気をつけないと。よっと。あっち。ダメだ。ダメだ。企画だ俺だ。何やってるんだ俺は。どうしようかな。なんかの上に乗せないとダメだな。時刻表の上にこう乗せて。ダメだ、企画倒れてバラバラになっちゃった。どうすんだこれ、どういうふうにやろうかな。どうしようかな。つまようじがあるんで、つまようじで救済したいんだ。全然、なんか偉そうにごちゃごちゃ言ったけど。なんかこんな感じだったんで、これで食べると。あ、うまい。バカだよな、何。なんかさ、いろいろ偉そうに語って全てが企画だ俺っていうのもなかなか珍しいよね、世の中でね。うん、まあいいや。あとこっちね、こっち。あ、こっちはうまくいったんじゃない？あ、こっちは予定通りこんな感じで上手にできてますね。じゃあこれをこういうふうにやって、で、これを、この上にね、やっぱり野菜、せっかく野菜を作ったから、野菜をですね、ちぎって、まあ、これもこのせると。ね。それで、これを、バンとこうやって、バンとやって、うん。
まあこの樹木はもう1月版でもう使えなくないんで、これはまあいずれ捨てるからいいや、これは捨てる。でまあこれで、でこれで食うと。うん、うまい。うん。うん、うまい。うん、うん。きっといいな、バラバラして、うん。でも美味しい。なんかこっちを焼こう。今度はこっちを焼こう。うん。あっち、なんかベーコンがまだここに遭難してた。うん。うん、ベーコンが遭難してます。そうなんですか、うん、じゃあこれでまた焼いていきたいと思いますんで、その間まあこっちを食うと。でもうちょっと味を変えたいなと思ったら、こうマヨネーズをこの辺にペペペペペペ、なんか味に迷ったらマヨネーズ入れりゃとりあえず人生幸せかなみたいな、そんなとこあるよね、うん、なんかバラバラだなこれな。もうちょっと綺麗に食う方法考えよう。うんうん、でもうまい。うん、でもうまいな。うんうん、うまいうまいうまい。いやこれパンがポロポロ落ちるから、だって掃除大変だな。ちょっと綺麗に掃除しよう。まあそれ、うん、うん、どうなん、うん、わ、なんかボンボン崩れちゃって、だからなんか偉そうね。なんか、なんかさ、うん、なんか、超巨大なさ、なんかハンバーガーとか頼んで食えなくてさ、ボロボロになってるパターン、あれだよな、まさに。うん、うん、大丈夫な、うん。まさにあれですね、これは。うん、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 ちょっとやり方を考えよう。うん、うん、このやり方ではあまりにも汚すぎる。あの、いつもなんか、ズボラでぐちゃぐちゃだとか言ってさ、やってさ、俺も、まあ、汚い食い方いつもしてるなっていう言い方されたら、いや、そんなの大丈夫だよとかね。うん。こういうことは僕はよく言うわけですね。うん。それを凌駕する汚いなんて。うん。それはダメだな。うん。うん。でもね、美味しい。うん。おいしい、おいしい、めっちゃおいしいこれ。うん、うん、うん、ベーコンをこのフランスパンに挟んでくるのは普通にうまい。ただあとはこのどうやってうまくいくかだね。まあ簡単なんだよ。きちっとしたまな板できちっとした包丁を使ってきちっと切れば綺麗に上がるんだよ。それだけの話なんだよ。うん。でも、まな板も使わずに、なんか、うん。業務スーパーで買った100円のハサミで、まあ、なんとか、うん。掃除で当てようとするから、こういうぐちゃぐちゃなことになるんだよね。うん。それだけの話なんだよね。うん。だから、うん。問題解決の道のりっていうのは、うん。極めて平易でございますね。うん。うん、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 大丈夫、うん、焦がさないようにしないで、うん、
あとバターがあるんだ、例の3分の1バターってやつね。これ3分の1がマーガリンで、だったら3分の1がバターで3分の2がマーガリンっていう、そういう代物でございまして、カロリーが3分の1ってわけじゃないんで、その辺は誤解のないように、私そうだと思って買っちゃったんで。うん、うめえな。うん、掃除してきれいにしないとよ、うん。でもさ、あれも一応さ、サラリーマンちっと長くやってきた人間だからさ、握れにするとすごいきれいだよ、俺実はみたいな。俺一回だけさ、あそこのさ、栗浜の散策動画やったじゃん。あれは別、あの時俺スーツちゃんと着てたろ。あれはさ、実はあれはお仕事着なんで、で私のね、あれが普段の本当の私のはずです。うんうんうん、ね、やっぱり不動産屋さんとかさ、まあ僕は一応これでも司法書士だからさ、まあうん、不動産屋行ったりお客さんとこ行ったり銀行に行ったりしたときはきちっとしたスーツを着てさ、まあそれなりにちゃんとした格好で行くわけですよ、僕だって。うん、それは僕だってちゃんと非常識、非常識は当然あるわけでございますね。ただね、うん、最近司法書士の仕事を全然してないんでスーツ着てない。俺最後にスーツ着たのいつだろう、どういうことじゃない。2月に、まあ今日3月1日なんだけど、先月の2月はスーツは一回も着てないですね。なんで日常だよな。でもおかげさんでね、2月もね、何だかんだでね、YouTube の広告収益がね、80万ぐらいいただけそう。ほんと皆さんありがとうございます。本当に。ご視聴いただきました。うん。ものすごい YouTube 売り上げ80万円ということで、うん、売り上げね、あくまでも入金ね、うん、必要経費はそこからもちろんいろいろ引いていくんだけど、うん、80万だよな、なかなか。ほんとそりゃ司法書士の仕事やんねえよなって。まあやりたくても仕事来ないんだけどね。まん延防止、うん、コロナ明けたら飛び込み営業やったなとか思いつつ、今日もこれからまたメインチャンネルの動画を撮りたいと思います。うん、というわけでちょうどね、お腹いっぱいになったからごちそうさまって言ったんだけど、ここにこうやってて、いや、どうしようか、これ食うか、どうしようかな、なんかお腹いっぱいになっちゃった。うん、何や、とりあえず外へ出そう、とりあえずまず外へ出すことから考えた。うん、あった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 よし、これもこんなふうに整理しないとダメな、これな、汚くなってきたな今パン粉でな。よし、じゃあこれをどうしようか、食うか。うん、かなりお腹いっぱいになってきちゃったな。どうしようかな。うん。とりあえず生野菜を。うん。うん。この上に敷いて、そして、パカッて。おお、サンドイッチじゃん。ちゃんとしたサンドイッチじゃん。
じゃあちょっといた、ちょっと、まあ、全部食えないかもしれないから味見ということで、うん、うん、なんかもうバラバラで来たくんだ、ほんとに。うん、なんかこうやっていろんなものが落ちてるしさ、なんか、うん、きれいに食べられる方法をもっと検討しよう。うん、ラスはね、これでは汚すぎる。うん、もうこれではあまりにも汚すぎる。うん、ただまあ YouTube のガイドライン違反ではないけどね、別にね、うん、ご飯食ってるだけだからね、うん、YouTube のガイドライン違反ではないにしろ、さすがにこの食い方は汚すぎる。ちょっと考えような。どうしようかな。いや、どうしようかな。とりあえずこう。うん、ケチャップもやっぱうまいよな。うん、なんか、うん、うん、ホットドッグとか食ってたやっぱ、あ、分かった、結論。うん、パンとベーコンと野菜を別々に食う。だから、ここにパン、焼いたパンを置いて、ここにベーコンを置いて、で、ここにレタスを置くんだよ。で、ベーコンを焼くときに、パンの上でベーコンを焼くんだよ。でも、無理して挟んで食わない。そうだ、それだよ。そうだよ。だから、こうやってやったら、これ挟んで食うからバラ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 になるわけだから、挟んで食わないで、だから焼くときは、パンの上にベーコンを乗せて焼いて、ベーコンの油はパンの方に染み込むようにする。でも食べるときはパン食ってベーコン食って野菜食えばさ、バラバラにならないよね。うん、だから一緒にして食おうとするからバラバラになるんだって。最初からバラバラだったらさ、バラバラになりようがないよね。あ、ということで結論、結論ね、うん、無理して一緒に食わないね。うん、うん、これだよな。だからアメリカなんかもさ、ハンバーガーとかもさ、うん、結局なんかハンバーグがあって、パンがあって、ハンバーガーがあって、上にパンがあって、こうやってなんか用紙みたいなの突き刺して固定してあるけどさ、あれ食うときだって結局さ、肉と野菜とパンと全部別々で食ってるから、あれだ。いきなりクレームもまとめてみたいな感じで。だそういう感じでやればいいのか。でもそれが本当にサンドイッチと言えるかだよな。うん。パンとベーコンと野菜食いましたっていう、サンドイッチではないよな。サンドイッチはやっぱ挟まなきゃいけないってのあるよね。たださ、そもそもサンドイッチとは何かって言ったら、あれは、まあ、有名な話だけど、トランプが大好きな人がいて、まあ、サンドイッチ博士って人がいて、この人は、食事中の、まあ、トランプをやりたいから、パンの中におかずを挟んで、それで、準備させたっていうのが始まりだっていうのが、まあ、通説じゃん。そういうことになると、そもそも、だから、片手で食うと崩れちゃうから、両手できちっと持ってこうやってさ、注意して食わないといけないって言ったらさ、そういうなんか、片手にトランプ、片手にサンドイッチという、うん、その基本理念に反するよね。うん。そういうことになると、この両手で慎重にこうやって食わないと、要するに片手でパッと食えるのがサンドイッチだから、トランプをか。右手にトランプ、左手にサンドイッチでご飯が食べられるっていう話で考えれば、両手で持って慎重に食わなきゃいけないこのパンの間にベーコンと野菜を挟んだものはすでにサンドイッチではないというふうに考えることもできるよね。うん、うん、こういうふうに考えたことをさ、要するに何が言いたいかっていうとさ、うん、食いつれんだよ。うん、これダメだな。なんかしかもなんかすげえお腹いっぱいになってきたしさ、ちょっとこのフランスパンのサンドイッチをどういうふうにやるかっていう話はまたもうちょっと、うん、
考えよう。うん、これじゃダメだ。これ企画倒れのおしゃかぽんだね。うん、やっぱ普通にパンはさ、サンドイッチはさ、中身さ、ハム1枚ぐらい入れてさ、ハム1枚とレタス1枚塗るとかさ、あとなんかそのペースト状のもん、例えば卵のさ、あのゆで卵をさ、ぐちゃぐちゃにしてマヨネーズであえたやつとかさ、ああいうので挟まないとやっぱダメなのかもしれないな。うん、でないとそもそも、うん、ダメだよこれは。というわけでね、すいません、冒頭からですね、なんかね、偉そうなことを語りましたが、あの今回は完全な企画倒れなんで、うん、よくの皆さんは真似しないでください。うんうん、なんかお腹いっぱいになっちゃった。いや、もうお腹いっぱいになったから、これはちょっと時間を置いてまた食うということでね。うん、あの捨てたりはしないんで、うん、僕は食べ物を大事にする男でございますから。やべえ、おい、やべえ、うん、あらゆる意味で今日は失敗だ。うん、ということでね、まあ、うん、以上でございます。すいません、入ったのこれ、どうしよう。